やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。前からやりたかったんだ、これ。あなた名前教えてください。スタミです。これね、ぶっちゃけだな、シティ。なんか、ポケモンとか見て可愛いって思ったことないんだよね。レイティルポケモン自然科学研究所。かがみちゃん、よろしく。リータちゃんって言うんだね。お前のことをスナップする。レイティル地方の、たくさんのポケモンたちが暮らしていると。彼は撮影することで、ポケモンの生態や自然のことをもっと理解する。確かに俺には理解が足りてないよね。半分以上知らねえだろうな。これを機にポケモン理解しましょう。ちょうどいいところに。バタフライじゃない。見て、いる。行く今。うわ。全体を大きく、そして真ん中で撮るのがコツだよ。全体を大きく、そして真ん中で撮るのがコツ。はい。いや、心躍るな、ほんと任天堂のゲームっていいな。なんでおめえに評価されねえといけねえんだ。これで評価してくれんのかな。ゴミみたいな写真だったけど。あー、なるほどね。新しいポケモンってだけである程度評価はしてくれるわけだ。あ、もう始まんのこれ。うえー、ブル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 。うわー、すごいブルブルしてる。楽しんできて。まあでも今のところぶっちゃけそんな可愛くないポケモンは。なんかグッとくるものはない。自動でルートを判別して進むんだ。君は周りを…あ、あれ嘘嘘嘘嘘嘘嘘。なるほどね。気づくと逃げてくんだ。リッパちゃんなんか珍しい反応あるの？リッパちゃんのなんか珍しい行動は。今、うわっうわっうわっ。リッパちゃんすごいね。リッパちゃん、リッパちゃんお尻深いよ。リッパちゃん、リッパちゃん、おー、何そのポーズ。エッチだな。すごこんなこんな写真撮っていいんか。コイキングの写真なんぞ。ほんとに、あ、ビッパだ。ビッパがいる。かわいい。ビッパすごい。ビッパやっぱエッチ。あ、ビッパだ。やった。なんでビッパこんなかわいいんやろ。ビッパ祭りなんだけど。ちょっとビッパさすがに撮りすぎて。お前お前、え、これ右上まさかあと撮れるだけ。あれ、ビッパか。ビッパのケツじゃない、ね、なあ、ほうほうって。ほうほうはまってるけど、それ大丈夫な。おほ、あ、これがゴール。終わっちゃった。ビッパしか取ってない気がする。ポケモンごとに1枚ね。まず何体取ったっけ。ポケモンビビオンは取ったよね。ビビオンどうでもいいんだよ。え、どこにいる。なんかピーチューがいるんだけど、いつ取った俺。ハハ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 ハ。全然こっち見ねえ。ヒバニー来るか。ヒバニー俺好きだから撮りたかったな。出てこい。 FPS やってる気分。あ、そこにヒバニーが。ヒバニー、すごいすごいすごい。笑った瞬間撮れた。いいね、飛んでるところ撮れんのいいよ。嘘でしょ、おっさんみたいな寝方してない。このさ、近距離でも起きないのかな。うわ、死んでる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 。あと3枚しかない、やばい。ちょっと乱れ打ちすぎだ。あ、聞こえる？今その近くですごいエネルギー反応があったんだって。嘘でしょ。冗談よして。待って、冗談よして、冗談よして。いいもんね、最後の1枚がなくても俺は極これ取ってるもんね。いい1枚よ。最悪。大かぶりだ。これとかエモいやん。3匹でさ、土台トスがピチューとサルノリを守ってるの。ちなみに4000ない写真はゴミだよ。あ、タイミングがいいんだね、その時点で。お、大きさやば。向きが80しかもらえない。
すげえ、ニンテンドさん。ニンテンドさん、さすがっす。マジでさすが。これがゴミ写真だって、よく判別できてるわ。さあ、ここらへんよ。これすごいんじゃない？俺の今までのポケモンスナップをベストショットお願いします。任天堂さんよろしく。いいね、いいよね。出た。うわすごーい。うわー、花畑に近づいた時すごいエネルギー反応が現れた。マジでその時本当に何もできない状態だったんだよ。研究もクソなかった。そしてこの反応は少しだけど動いている。つまりイルミナポケモン is 何？伝説のポケモンでいいのかい？君なんか特別なことしたのかい？存在自体が特別。反応があったのはそのあたりなんだけど。やばい、これ出てくる。周りを見てない。ちょっと待って、心の準備ができてないんだけど。ほう出てくるんじゃない？ちょっと待って、怖い怖い怖い。ほう来るわ。バンギラスだ、バンギラスだ今の間違いない。でっかメガニウムだ。はいはい、すごくない？すごいんじゃないこれ。これでもう全体を取った。あとはちょっと顔も取っとこうかな。光ってる瞬間じゃないともはやもう査定外なんだ。じゃあもうこことかのさ全身映してるところとかもう全部やん。俺がお気に召した瞬間は全部やん。あっでもこれよくない？これめっちゃよくない？頼む。よし頼む。うーん、こっちも距離的そうだね。ポーズは1500点、大きさ2000。おお、ウワリンゴって言ってレンテル城で取れる果物、すげえ使えそう。ああなるほどね。でもさ X でも B でもなんかそのアクションが変わるわけでしょ。 X な時もいいことがあるんだよな。うわえ、ちょっと待って、今リンゴ取る瞬間一回腕がばって開けなかった？普通に伸ばすだけじゃなかったよ。もう一回お願いしていい？取る瞬間見てて、取る瞬間一回ね腕をがばって開けるから。あと何回か練習してみようか。はい、もうちょっと遠くに。は？え？どうした？なんでマジでなんで？マジでなんで？どうしたの？なんでよ、俺にもうちょっと刺してよ。逃げらんねえのか俺あのゲームから。おい頼むぜ、なんでだよ。いやお前絶対反応すんだろ、ね、ほらほれほら、おい、なんでやねあ、めっちゃ下手や。しかもさ、なんかぶつけるがちゃんとあるのこれ。パトリ判定がさっきあったんだけど、こっち向け。 OK、近くで全体を。あ、食べてる。え、食べてない？なあ、ヒボリーの方が食べそうだけど、お前の方が食うんだね。なるほどな、リンゴこのためにあるんだ。はい、ほら、はい、最高。いやーこれどういう角へ取ろうか迷うな。まずここで全体を
で全体をで B 起こしてみちゃう。え、何がさて、世界中を旅しているプロのポケモンカメラマンだよ。まあダメだ、もう手も足もでね、全部曲げてるカモカケーシ。それで、うん、ありがとう。またな、え、嘘、あれ、また君食えんのこれ、もう無理だよ。いい写真じゃないか。うんうん、はあ、何師匠に写真見てもらってんだよ。明らかなライバル来たな。爆豪くんやん。よろしく。はいはい、やったー。ただし、カスが許されるんかい。あの顔見て、すげえ呆れてる。テレビ来るんじゃ。うわ全部もうそっぽ向いてるんだけど、難易度が上がっとるわ。やべえ、あのね、知ってるポケモンがマジでおらん。これどうしたらいいんやろうか。ゼロな、かわいい。こんなズームなことある。来た、僕だ。いやー、でもね、ちょっとね、草が、まあまあいいな、今のはちょっとクリアとしよう。で、こいつにはリンゴ、リンゴいいんじゃない。おか、あー、正面から取れなかった。え、なんだあいつ、伝説じゃない。あれ、すごないか。やってんのむっぜ、無理やろ。なんか普通はこっち見るだろうの裏になんか設置してたりするんじゃないの。ちっけえ、マジで画面がむずい。マジか。え、何か、お前バカなんじゃねえの。何も珍しねえや。何が今の、脳はいいの取りたいな。ほら、うわー、飛ぶんかい。反応できやんだ、そんなもんは。これ、これ綺麗だね。後ろにもさ、なんかバトル映ってない？よく見たら。これ他のポケモンポイントもちょっともらえるでしょ。これで49なんだ。これ躍動感あっていい。今から動き出しますよっていう一瞬が撮れてるよね。ナイスタイミング。息吹を感じる、生命を感じるわ。見る目あるね。でも4000いかねえんだ。気になる、これ気になる。これ今後の俺のポケモンスナップにかなり影響してくる一番なんだよな。2000は確定。もう全体が映んないとダメなんだ。うーん、いい一枚だ。ヌオっぽい一瞬だよね。癒されるわ。いいね。おおー、やっぱちゃんとこれいい写真撮れたなっていうのは高得点もらえるから取りがいがある。これもいい写真でしょ。尻尾は見切れてるけど、ちょっと斜めから入ってる感じも全身ほぼ入ってるし、で被写体が真ん中にいる。これかなりもうダイヤモンド近いと思うな。あ、よかった。これは大丈夫か。まず操作が分かってないんだけど、どうやったらどっちを向くの。ああ、なるほど。あ、意外とね。あ、はい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 、直感的にできるわ。こっちの方がいいかもしれない。でも横どうやって向くの。待って、横の向き方が分かんない。待って、横にどうやって向くんだこれ。あ、もう終わった。え、横に向くときは俺自身も横に向けばいいの。そうしたら画面、どういうこと。あー、はい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 、上下だ、上下でスティックだ。
はい、分かった、理解した。おお、いるじゃねえか、ケッキングが。お前の名前覚えてるぞ。めちゃめちゃこいつに苦労させられたからな。起こしてあるわ、ケッキング。邪魔だ、あんた何も見えねえじゃねえか。ケッキング、ケッキング、あ、帰ってる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 。あ、食べたのか今。やっぱりここちょっとポケモン少ねえと思ったけど、見過ごしてるな。ちょっと見過ごさないようにしないと。もう、まあ、お前邪魔キャラになってるよ、もう。お前ここ下をみんな注目するから、上になんか、よし、おい、いるぞ、なんか跳ねろ。いやー、素晴らしいの取れたー。絶対いいの取れた今の。ヌオー忘れんな、ヌオー飛ぶぞ、スタミン。ヌオー飛ぶことだけ。嘘でしょ、めっちゃ可愛い。なんやこれ。え、嘘、なんやこれ。あいつな、あいつな、あいつだぞ。なんか泳いでる。お、邪魔だー。どこら辺で飛ぶっけ。どうだ、どうだったー今の。わかんねー、最後の一番は微妙だったけど。すげー、待って待って、極まってきた。極まってきた角度。劇場版アゲハントやんこれ。あー、でも顔がギリ映ってね、飛んでるだから。目閉じてんのがいいよな。始めようか。ケッキングがちょっとな、まあしょうがないかな。いいね。うん、まあしょうがない。いいね。これは気になる。エロいもん、表情が。グラビア、あー、4000もらいます。でもさ、これ5000なんて奇跡の一話じゃねえか。届くんか俺の写真化障害で。いいね。きついな、5000ほぼマックス。気になる、これもしかしたら4500オーバー、4700あるかもな。行ってくれ。ナイスタイミング。あ、大きさが足りて。それ見る目なくない、それ見る目なくない。4300、大きさフルマックス、位置がもうど真ん中だもんね。気になる。ナイスタイミング。まあ大きさは納得できるかな。まあしょうがない、星に埋めたっていうことだけ。まあまあまあ、よし、結構レベル上がってきたな。新しい中に進んだね。小さな変化を見逃さないよう次までよろしくねと。あ、来たね、次のクエスト。写真を整理した後伝えるから楽しみにしてね。はーい、楽しいな。